はい、皆さんこんばんは。君の会と申します。よろしくお願いします。安田純平こと韓国人のウマルさんのお話なんですが、これに、まあ、それ自体はねどうでもいいことなんですけれども、ちょっとこれ重要だなという記事を発見いたしまして、どれだけね安田純平こと韓国人のウマルさんがこいつは身代金ビジネスやってたんじゃねえかなっていうふうに疑ったとしても、ツイッターだのなんだので安田純平は身代金ビジネスをやっていたやつだなんていうふうに書いてしまうと、名誉毀損で訴えられる危険性があるのでやめましょうと、やめておいた方が無難ですよという記事がありましたので、あ、それはそうだなと、思いました。まあ僕もね、どうでもいいことなんでツイッターでわざわざそんなことを書き込んだりだとかしないんですけれどもね、水曜日にね上野のところで僕安田純平ってのは身代金ビジネスぐらいはやってたやつなんじゃないかなっていうことを言いましたけれども、まあこれぐらいだったらいいでしょう。疑わしいなと 思うのはまあ誰だってね、真っ白真っ黒なんてありえませんからね。僕は安田純平っていうのは身代金ビジネスやってたやつなんじゃないのかなっていうふうに疑ってますけれども、本当のところはどうだか分かりませんという、そういうお話ですから。で、中にはね、完全に真っ黒だっていうふうに判断できない場合は、もう白としか扱っちゃいけないみたいな、こういうの確定無罪って言うんでしたっけ？裁判所ではね、まあ、裁判所ではそうなんですよ。裁判所ではそうだけれども、普段の日常生活でそれやったらとんでもないことになりますんで、なんかツイッター上とか見てても、まあ普段の日常生活だとか、まあ特にテレビ新聞なんて特にそうなんですけれども、こいつ黒いんじゃないかなっていうふうに疑いを持たれているだけの段階の人を真っ白だと扱えという人が多いんですが、まあ僕はね、そういうやつはね、多分自分が黒いことをやってるから、自分を白く扱ってくれと、そう言ってるだけの悪人なんだと思います。まあ安田純平のお話、まあ結構どうでもいいんですが、会見ね、なんかやってましてね、ちらっと見ましたけど、フリップでね、諦めたらそこで試合終了ですよみたいな安西先生の言葉を出してましたけれども、お前は終了しろって思います。はい、じゃあ以上で終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。